ですね、なんとなんと、リクエストをいただいて、フレッシュストリートマーケットにやってきました。見えるかな。まあ いや、ここは新しくできたバンクーバーのスーパーで、私1回も入ったことないんですけど、噂ではこうビーガンとかベジタリアン系のスーパーって聞いたんですよ。でも本当のことはわからないので、ちょっと視察に行こうと思います。でちなみにここは、ダウンタウンのところにあって、イングリッシュベイのビーチとイェールタウンの駅の間ぐらいにあるところにあります。はい、それでは入っていこうと思います全部は食べれなかったけど、トレーダー上手みたいだね。そうだね、アメリカでいうトレーダー上手。トレーダー上手だね。すごい石綺麗に、あれこれ全部にできるよ。マンダリンはこの辺でできてないから。BC チェリーとか、やっぱローカルのものがあって、ローカル BC ラッテリー、ここは USA の。あ、本当だ。だからそっちは BC でこっちは USA ってちゃんと分けられてる。こうリンゴはリンゴコーナーじゃなくて出産地。ビール持ってるよ。ビール。カナダはお酒はリクアストアって酒屋さんでしか売ってないんですけど、だから、ね、スーパーで売ってるって珍しいよ。まだ本格オープンじゃないね。そうね。だからまあビールとかハンバーガーも売ってる。ビールがスーパーで売ってるのは本当珍しい。ちょっと初めて見たかも。カナダ、そうね、リカーライセンス持ってるね。ね、ライセンス持ってる。ヒッピーマヨネーズこの州のものだけじゃないじゃんね。そうね、うん、そういうわけでもない。ここのオリジナルブランドとかはもうないんだね。そうだね、普通のマーケットってこと。でも結構こうカナディアンのものが他のお店より多い気がする。 BC っていう書いてあるやつ。シナモンこうやって売ってるよ。何ピーデイってない。あ、ね、そうね、うん、よく買ってます。グリークのヨーグルト、このこれが美味しいです。すっごい日本の味に近いヨーグルト。やっ
あ、安くなってるけど、このビタミンウォーターは二日酔いにすっごく効く、お水で、必ず二日酔いになってる時は買います。あれ最近知ったんだけど、これがこのフラペチーノ、サーバーのフラペチーノとモンスターがコラボしたらしいんですよ。これ日本にあるのかな。バニララテモンスター味、買ってみる。買ってみるか、せっかくだから。それぐらいなら持ってけるでしょ。そう、これを買ってみます、初めて。結構狭いからもう一周した、うん。薬局系は入ってないのかね。薬局系はあ、ないね。ほんと食品だけ、うん、それなんか逆にこのハンバーガー屋さんがあるってことだね。そう、なんかここのものを使ってるって言ってた。あ、雰囲気はトレーダー場だけど、トレーダー場みたいななんかこのオリジナルがあるわけではないんだね。なんかロッテとかある。あ、すごい、ここ日本のほうがいい。雪のせんべいとか韓国のもあるじゃん。韓国、はい、今フレッシュストリートマーケット出て、いやちょっと噂と違いましたね。ビーガンベジタブル、ベジタリアン用のお店じゃなくて、ビーガン、ベジタリアンが買い物しやすいように、ここはベジタリアンのだよ、ここはビーガンのものが売ってるよとか書いてあって、で、まあオーガニックとかもあったんですけど、こうローカルのものはローカルのところにあって、こう US 産のものは US 産のものとしてこう分けられてたので、こうすごい多分そう健康とかに気を使ってる人は買い物しやすいんじゃないかなって思います。で、値段は私がいつも言っているセーフウェイとあんまり変わらなかったので、多分同じくらいなんじゃないかなって思っております。で、一番の驚きはやっぱビールが売ってたことですね。スーパーは、カナダのスーパーはビール売ってることがないのでびっくりしました。で、私はこのモンスターとスタバコラボのドリンクを買ってみました。あ、普通のスタバのラテの味がするけど、これモンスター入ってるのかね、バニララテ。ニュートリション。うん、普通のバニララテの、スタバのバニララテの味がします。そして見てください、このフレッシュストリートマーケットの上にある建物、やばくない？これ上がすっごい太くて下が細いみたいな、これ地震に大丈夫なのかと思うんですけどね。だからこんな感じです、全体的には建物大丈夫かな。まあこんな感じで、初めてリクエストをいただいてすっごく嬉しかったです。こんな感じでいいのかわからないんですけど、でももしね、今バンクーバーでね、興味があることとか行ってほしいところがあれば、ぜひぜひコメント欄でコメントしていただけたら、できる範囲で、やりますので、またリクエストお願いします。はい、っていう感じで、いつも私はこうカナダのね、英語編とかスラング用語とかカナダの Vlog をお届けしてますので、まだな方はチャンネル登録お願いします。そして今回の動画良かったと思った方はいいねボタンもお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。